そこ。地脈の裂け目だ。外に出られるかもしれんぞ。アーサー兄さん、二人きりで話したいことがあるんだ。日の夜に強い霊能力を持った汚れなき魂を二つ生贄に捧げること。そう、それがカノヌシ復活の儀式だ。俺の本を読んだんだな。古代語が全部わかったわけじゃないけど、兄さんが書いた注釈にはカノヌシが復活すればゴーマのいない世界が作れるって。7年前、強い霊能力を持った魂が、生まれる前の私の息子が生贄となった。今カノヌシは半分だけ復活している。だからみんなの霊能力が強まってゴーマが見えるようになったんだね。それが開門の日の正体だ。じゃあもう一人生贄を捧げれば、カノヌシは完全に復活する。その力で多くの大魔師も揃うだろう。もうすぐまた火の夜が来る。ねえアーサー兄さん、ライフセット、僕なら生贄になれる。お前はなぜ鳥は空を飛ぶのだと思う？鳥は飛ばなきゃならないんだ。だって空を飛べる翼を持ってるんだから。僕にだって弱いけど翼がある。だから今飛ばなきゃダメなんだ。次の次の日の夜は3年後、その時僕は生きていない。ライフセット、お前は12歳病。それが僕の病気だから。やはり知っていたんだな。病気は怖くない。でも僕は守られただけで死ぬなんて絶対に嫌だ。お前の意志こそ翼、強い翼だ。ふざけるな。このことはお姉ちゃんには黙っててね。約束だ。僕が作るよ、お姉ちゃんが幸せになれる世界を。何が意志だ、翼だ。よくもよくも二人して私を裏切ったな。ごめんもすまんもなし。家族なんだから当然でしょ。うん、お姉ちゃん直伝の騎士を作って待ってるから。あんたなら兄さんに負けない大魔神になれるかもね。黙れ。あの子が落とされた祠ほどじゃない。あの子、ライフセットの仇を討つ。ライフセットはもっと痛かった。なのに私は何もできなくて、ごめん、ごめんね。黙れ。こんな嘘を、よくも全部全部あいつらの嘘だ。なのに私は死ね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 。邪魔するな、醜い化け物が。